中村すみれさんが、最高棋士決定戦で、見事2勝目を挙げた碁を、見ていきたいと、思います。はい、中村さんの黒番ですね。はい、ここで欠けたんですよね。こういう手も、なるほど、結構有力ですね。なかなか伸びしかね、あんまり打たないんですけど、賭けもね、はい、この形になりまして、はい、押した手は珍しいですよね。まあ三々入れば普通ですけどね、こういうような形で、はい、やれば普通なんですけど、このようになって、黒も伸びてね、絶ないでと、これも珍しい分かれとちょっとなりましたね。で、帽子、非常手段ですね、このようになって、ここね、まあ、黒も何か打てば死ぬんですけどね、まあ、取りにくいってことでしょうかね。こう置くのはまたハサミつけとかがうるさくて、まあ一応これもこれで一応取れましたね。こうやっても、こうやって、こうやって、こうやって、もこうやって、まあ取れてるわけですよね。まあまあ取れればまあまあでしょうかね、黒も。まあ、ここを打ったので、これでコウにしましたね、白は。こうやってるんですけどね、ここに来て、大変ごちゃごちゃして難しいんですけど、これで取れてるってことでしょうかね。手厚く真ん中を打ってますけどね、この辺り気持ち悪くて、大丈夫かなっていう感じもするんですけど、こうなると見事味わるいいところも解消したんでしょうかね。はい、はい、でこのまま寄せとなりましてね、見事一目半勝たれたということで、はい、2勝できたっていうのはね、もうめちゃくちゃ立派ですね。はい、これからね、どこまでいけるか、はい、残留目指してね、頑張ってほしいなと思います。はい、じゃあそれでは失礼します。